鼻子眼睛眼睛耳朵耳朵嘴巴嘴巴もう覚えてない忘記了忘記了まあ台北ではあの なんでしょう大抵そのよくわかんないけど台湾の人でもそんなに若い人とかなんかそういう人たちは行かないようなちょっとそういうなんていうんだろうね路地裏とかこう屋台があるようなところばっかりこう行ってたから僕はそういうとこがすごく好きなんで結構面白かったしファーレはファーレでまた全く別世界っていうかこうドーンと太陽とブルーと空があって道がまっすぐで2つの台湾を見ることができたなハーリエンの撮影で特にあの朝焼け狙いが多かったんですけど特に海での、朝焼けのシーンを撮ってる時に日本でもよく朝焼けを見てるはずなんだけどなんだか特別に見えた気がしてとても綺麗でしたね、まあ、最後の方のシーンだからこう感傷的になってた可能性はあるんですけどなんだかよくいつも見てる朝焼けよりももっともっと綺麗な朝焼けに見えました昔はこう考えて考えてっていうタイプだったんですけど今はどちらかというと体が先に動くことが多くなったかな、まあ、当然考えてはいるけれども実際にその場所に行ってみるとか自分がその住んでるところに行ってみるだとか自分のやっている職業を 体験するというか実際にやってみるとかバイトしたりだとか、まあ、大まかに言うと車を運転するだとか絵描いたりとか写真撮ったりとか結構いろんなことはしますからね何ていうか体でこう感じるっていうことをすごくするのかもしれないですね まずはその自分がオファーされた役と自分の共通点を探すっていうことかなあとは、まあ、そのもらったキャラクターをちゃんと好きになれるかどうかということが僕にとっては大きいかな結局 100% 役にもなれないしでも 100% 自分じゃダメだからどこで折り合いつけてそいつとまあ1ヶ月とか2ヶ月とか3ヶ月過ごすのかなっていうその設定を見つけることから始まるもう十何年前ですよね最初にお会いしたの、うん、で家がもともと近くて、うんでいつも行くお店が一緒だったことがきっかけでよく飲む機会があったんですけど本当にあのフランクな方なんで普通に全然別々で来てても一緒にこうお酒飲んで明るく話してくださってでももともとのイメージはすごい怖い人のイメージがすごくあって若い時なんかすごく怖いイメージを持ってた方だったんですよだったんだけども初めて会った時にすごく優しくてそのイメージがあったからすごい明るく優しい人っていうイメージをずっと僕は持っていてもう今回こうやってがっつり仕事をさせてもらってもうなんていうか豊川さんを支えてるものっていうのはやっぱ豊川さん自身が持ってる本当に強さなんですよね精神的なそうだな、まあ、そんなに昔からね知ってる彼と今回久しぶりに一緒に仕事した彼がそんな違うかって言ったらそんな違わないんだけどもやっぱりそのなぜ妻夫木聡はたくさんの人に愛されてたくさんの監督さんたちに使われるかっていうのはやっぱりこう改めて感じることがすごく多かったっていうね気がしたなやっぱりすごく俳優である前に人間としてやっぱりすごく魅力的な青年なんだなっていう